T2910 戦車は、ナチスドイツの新型戦車への対抗として1944年4月に開発開始されたアメリカ合衆国の戦車計画である。T26E3 は約45トンの重量を持つものの、ドイツ国防軍の配備した重量約70トンの T ガー2に対抗するに、十分な火力ある兵装と装甲を施したと、みなされていなかった。 T2910 戦車はヨーロッパ戦線への投入には準備が間に合わなかったものの本社は第二次世界大戦後のエンジニアに対し砲兵装と車両の各構成要素において技術的概念を試験する機会を与えた T2910 戦車は約64トンの車重を持ち最大走行圧は 279mm に達し 105mm 砲を搭載する 乗員は6名。フォード GAC エンジンは出力約770軸馬力を発揮した。他の試作モデルはアリソン V1710V12 エンジンを装備していた。トランスミッションはゼネラルモーターズの CD-850 から1クロスドライブ方式を採用し、全身2段後進1段が選択できた。後輪に軌道輪を置いた。 蛍光燃料は1140リットル、億単価80である。地上と車体底面との最低地上高は48センチメートルだった。ドイツの新型戦車に対抗するため、M26 パーシングが開発されたが、45トン級のパーシングでは、重量70トンに迫るティーガー2に対抗するには、不足であると考えられ、これに十分対抗できる。 重戦車の開発が1943年3月に開発計画が始まった。T26E3 パーシング重戦車の車体を延長した仕様のものを設計の基礎とし、より重防御の装甲を付加され、エンジンも改良された。高初速 105mm 砲、T5 を搭載できるように砲塔は完全に新設計となった。試作型のうち1両は12気筒。 V 型エンジンであるアリソン V1710 を搭載した。当初の計画通り、火力も走行も T ガー2を上回るものとなった。同時に開発されていた T30 重戦車は、T29 とほぼ同じであるが 155mm 砲、T7 を搭載できるようにした派生型で、エンジン出力の強化と、総填手の追加がなされている。開発完了した1945年には、 ヨーロッパでは戦争が終結していたが、日本本土侵攻のため、T2910 戦車と T3010 戦車は限定的な調達に分類された。しかし、米陸軍司令部がこのような超重量級の兵器を取り扱うことに難色を示しているうちに戦争が終結し、結果的にごく少数が失策されたのみであった。 T2090 戦車の派生型最終形態が T34A 戦車である。この車両は 120mm 降車砲を元にした 120mm 戦車砲 T53 を搭載した。50ポンドの砲弾を初速3150フィート毎秒で投射した。幅ダウンの場合は4100フィート毎秒の初速を得た。装填手は2名で発射速度は 毎分後発。重くなった方のバランスを取るため、砲塔後部のバスルに追加装甲が溶接された。二両の試作車が製作された。一両は T2910 戦車の試作型から改造され、もう片方は T3010 戦車から回収されたものである。戦争が終結したのでこれ以上の派生型の開発はなかった。T34A 戦車の試験において蓄積された。 ノウハウは M130 戦車の開発に役立った。特徴的なレンジファインダーがない砲塔を持ったものが、ウォーレンのデトロイト陸軍兵器庫に存在する。その他2両の T29 が、ジョージア州フォートベニングの第25、不評連隊駐屯地に残されている。一つは、レンジファインダーがあり、他方はない。こちらは、兵器省に出展するため修復作業が、 進行中である、ありがとうございます。